敵もなかなかユキユキしてるな。そうなんですよ、ガン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 攻めてくるね、大量だ、わら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 、まるで今日本列島を襲っている寒波のようなこんにちは。こんにちは。今日はですね、久しぶりにチェンクロをしたいと思います。はい、はい、チェンクロですね、今日の3時からあのプチイベントが来てまして、うん、今この画面に出ているギルド長シルバーからのクエストで雪山訓練クエスト。お、今ね、はい、日本列島寒波に襲われてますからね。めちゃくちゃ寒いですもんね。めっちゃタイムリーね、すげえタイムリーだなっていうか東京で雪が降るレベルだからね。ね、家の前雪積もってました。え、うん、積もってます、山の上なんで。え何、雪積もるほど降ってたの。積もってましたよ、家帰ったら。すげえな、そんな山岳地帯がこんな近くにあるっていうことも驚きだけど、はい、今回のクエストはですね、うん、あの雪の属性の敵ばっかが攻めてくるというクエストで、うん、あのこのチェンクロには属性が火と雪の2種類しかないんですよ。逆に火ともう一個何かって言ったら雪っていう属性があるの、チェンクロ、うん、すごいな。水じゃなくて凍らせるみたいな感じですね。で今回のクエストは雪の魔物がいっぱい来るので火属性の仲間を連れて挑みましょうということで、今回私はどのパーティーで行くのかという、マミルトンなんかパーティー組み放題でしょ結構豊富にいるんですけど、火属性があんましいなくて、真ん中の2人、うん、なんか猫っぽいフィーフィーとファンファンフィーフィーとファンファンこの2人があの通常攻撃仲間あの種族が一緒です、はいはいはい、炎の妖精、火の妖精で、この2人が通常攻撃が火、うん、炎なので食らいやすいと。あとこのフィオナ、はい、フィオナ女のこの方がこのスキルが炎属性。ああ本当だ、フレアだ、はいはい、ということで通常攻撃は普通なんですけど、ほうほうほう。でおなじみのパーシェルさん、おなじみのパーシェルさん、あのもう一人連れていくファンファンが騎士なので、うん、揃えた方がマナが揃いやすいので、うん、パーシェルで。ああなるほどね、はい、なるほどね。じゃあこれでいきたいと思います。はい、まだどこも行ってないですけど、上級をいきます。はい、敵のレベルは30なのでなかなか強いかと。これで挑みたいと思います。はい、はい、サブパーティーには一応僧侶を入れてまして、あのやばくなったら回復してもらおうと思って。結構強い系なの、その30レベル30っていうのは。そうですね、結構30は強いかと思います。なんかみんな輝いてるこの輝きは何でございますか。これはですね、あの、はい、私がサブの2人目に入れてるあの女の子のアビリティが、あのサブに入れておくとこのメインのパーティーの攻撃力が上がるっていう。なるほどね、能力の子なんで。すごいな、そういうサブ系のやつもあるんだ、うん、いいね組み合わせの可能性が、ね、広がるよね。そうですね。で今ファンファンの攻撃を見てもらったら分かる、1300って言って赤い。おお本当だ、普通のこのパーシェルの攻撃より全然食らってる。与えてる。敵もなかなかユキユキしてるな。そうなんですよ、ガンガン攻めてくるね、大量だ、わら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 、まるで今日本列島を襲っている寒波のようないつまでねこの寒波が続くのかっていう。そうですよね。でも見ると全然なんか、はい、負ける気配がちょっと安定してますね。ね、うん、あと後ろのあのこの猫っぽい、はい、真ん中の、はい、フィーフィーも、結構攻撃力が強いです。高いです、1300。強えな。で、あの魔法のマナが溜まったらスキルを見せたいんですけど。わかる、さっきから全然止まらない、全く来ない、あのスロットこれつらい地味に殴るしかない。しかもこの、前の2人が騎士なんですけど、騎士がこの防御系のスキルしか持ってなくて、この2人が。このフィーフィー1回使ってみましょうか。無駄遣いすんの、てやーって1個しか使わないんで。これが防御力アップでバリアを張るんですよ、ね、地味火力なし、絵的に地味、やばい、全然マナが青一色、珍しいな。そうですね、ね、逆に珍しい、こんなこともあるんだねちょっとあのパーシェルじゃないなくて、あのパーシェルじゃない、リードを連れてくれるみたいな、自由のやりだみたいな火力があるスキル。あーなるほどね。あーつらい、なんかね、そうですね、
まあでもいいんじゃないですか、たまにはこういう地味バトルも。耐久パみたいな感じですね。耐久パみたいだね。あ、ボスだボスだ。一個来た一個。一個来た。おお、ボス戦はなんかこれまだ雑魚キャラでしょ？その前二人がボス。ボス。あ、なるほどね。でかいもんね、一回りね。出た。でかい。ぐら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 。あ、やばい。フィーフィーが凍結してしまいました。あ、本当だ。これでマナを出したい。いけ。これで使いました。さっきのフィーフィーのある。ピオナ、ピオナの全体攻撃で。おお。おーおーおー、強っ。全員6000。強っ。あれか、フレアか。フレアですね。はい、なんかさすがボスだけあって結構硬いな。硬い。おお、使いまくりや。回復しまくりだね。回復しまくりです。あと1体。あと1体。もう魔法の総動員で。よっしゃ、倒した。おお、倒した。クリア。クリア。バターン。この雪山のこのクエスト、今回のイベントは、はい、あの何か最終の目的があるっていうわけではなく、うんうんうん、このクエスト自体の今から出てあ。今から出てくるこの経験値、経験値が結構高いんですよ。で、経験値を稼げるというクエストです。はい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 。この上級は、ランクが上がる経験値は610 で、うん、でキャラそれぞれにもらえる経験値は1000なんですよ、うんうんうん、なんで、あの、まあ一人一人育てるよりも、あのこれにパーティー連れて行って全員に1000ずつ、ね、与えるだけでだいぶ育ちます、ね、じゃあ育てるダンジョンなんだ。そうですね、 AP8 でこのランクが、600と、はいはい、キャラ経験値が1000っていうのはだいぶうまいと。なのでキャラを育てるために使ってみてください。へえ、すげえ。マミルトン結構チェンクロ科学しながらプレイしてるんだな。ちょっと結構いろいろ考えられます。さすがでございます、はい、以上こちら今回の、イベントは、今回のイベント、ギルド長シルバの雪山訓練クエストでした。はい、やってみてください。